自分がここでやっていく自信がないっていうのがやっぱり一つあるし、あとはやっぱ誰でも新しいことにチャレンジするというのは恐怖を感じるものなんですね。でもここで理解しなければいけないのが、そのあなたがその状況に対して怖い恐怖を感じていたとしても、あるいはそうでなかったとしても、あなたの状況というのは変わらないわけです。同じ状況だったらよりネガティブに考えるよりもポジティブに考えた方が物事っていうのはうまく回転し始めます。ポジティブに考えることによって、じゃあこの状況を脱出するにはどうしたらいいのか、今の自分のリソースは何があるのか、今この自分の持っているリスト、あるいは自分が知っている人たち、そういった人たちの中に見込み客がいるのだろうかという形でですね、そこでその自分のできることからリサーチをしていって、そこで必要な行動を取っていく。やっぱりそこで行動していくことによってでしか状況を打破することってできないんですね。恐怖があなたを支配して、そこで足が止まってしまうこと、これがあなたが一番恐れなければいけないことです。